ギオーム八世は、アキテーヌ公を呼び、ポワティエ吐アキテーヌ公ギオーム五世と、その三番目の日であったブルゴーニュ公、夫ギオームの娘、アニエスの第二子。イボ兄に、ギオーム六世とウード、ド母の双子の兄にギオーム七世、妹に神聖ローマ皇帝、ハインリヒ三世妃となった、アニエスがいる。はじめは、ガスコーニュ公であり、兄の死後に、アキテーヌ公を継承。 1053年以降、ギオーム8世の代より、ガスコーニュ公はアキテーヌ公に統一される。それ以前は、母の再婚相手アンジューハクジ女フロア2世マルテルに、ちなんで、ギー・ジョ・フロアと呼ばれていた。ギオーム5世の2番目の日は、ガスコーニュ公の娘であり、このためガスコーニュは、アキテーヌの統治下に置かれていた。ギー・ジョ・フロアは、兄ギオーム7世の在位中に、 ガス購入ニとなり、1058年にギオーム7世が死死なくして死去したことを受けて、アキテーヌコギオーム8世となった。ギオーム8世は1064年にバルバストロを包囲されたアラゴンを恨みろ1世を助けるための連合軍の指導者の一人だった。この連合軍は、ローマ教皇アレクサンデル2世の提唱によるもので、後の十字軍の先駆となった。アラゴンと連合軍は都市を征服し、 住民を殺害して多くの戦利品を獲得した。しかしアラゴンは翌年にはこの都市を奪還された。ギオーム8世の二人の娘が共にイベリア半島の王に嫁いでいることから明らかなように当時スペインのキリスト教勢力との同盟関係は重要視されていた。ギオーム8世は三度結婚し少なくとも五人の子供が知られている。最初の日はペリゴール博。 アルダベール2世の娘ガルサンドであったが、子供は生まれず、彼女は後に離婚して、2層となり、サントの修道院に入った。2人目の日、マティルドとの間には一女が生まれたが、ギオーム8世は不妊を理由2068年5月に離婚した。3人目の日はまた10枚にあたるブルゴーニュコロベール1世、娘イルドガルドで、彼女との間に以下の子女を設けた。 しかしこの結婚が正当であるという承認を得るために、ギオーム発生は、ローマの教皇のもとへ赴かなければならなかった。他、名前不詳の愛人との間に諸子が三人、そのうちの一人は娘であるとされる。ありがとうございます。